はいどうも、僕です。ということで今回も FF7 やっていきましょう。ということで今回はね、前回の続きからということで、今回が第2章始まりましたということで、今回第2章なんですけど、こっから何するのかな？セフィロスはどっちに行ったのかな？そっちか。おい、大丈夫か？ああ。セフィロスは言っていた。北を目指す。雪原の向こうと。なるほど。雪原、あっち雪原があるのか。ということで、この先行ってみようか。とりあえずね、前回はもう悲しいことにエアリスがね、やられてしまったわけですよ。なので、その敵討ちと、あとはセフィロス普通に追いかけましょうということで、さあやっていこうか。ん？なんだ？ここなんだ？おおおおおお、よくわからん、よくわからん。おお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 、何何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 、わからんわからんわからん、急に急に、待って待って、そのさ、出ました出ました、 FF7 の特有のね、わかんないやつよ、この前後感覚、こうかな、これで上に登っていって、それでからの下に行っていくことができていく、こうかな、わからん、あ、いけた。さあ、そして、え、なんだ、マジで場所がわからん。何が起きてるのか全然わかんないんだけど、あー、カットで。さあ、ということで、何これは何え、これは、あ、登れる登れる。おー、すごいすごい。身体能力やばすぎ。え、宝箱左にあるから行きたいとこだけど、どうしようかな。行くか、左。あ、違う、右か。右行きます。右行きまして、ここ行けるかな。あ、行けない。え、行けない、え、じゃあ何ここ。あ、ここ登れ隙間ないってことか。はい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 。理解した。うわ、気持ち悪い。何これ。一世エビの上位互換みたいなやつ出てきたんだけど。戦います。え、おお、すごい、そうそうそう。弱っ。くそ弱え。くそほど弱え。これレーザーでとりあえず削ろうか。削ります。で、あとはまあ普通に必殺とかで殴っていけば。ゼロー。ゼロー。ということで、はい、行きます。お、いいね、強い。必殺さすが。そして、はいはいはい。もうこれカットでいいや。じゃあ、とりあえず左行くか。うん。別に右行ってもなんもなかったんで、こう行きます。で、これまた宝箱あるけど、多分これ左行ってもなんもないよね。行けんのかな？これで？無理だよね。うん、だから、あ、上？あー、違う。おお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 お、知らん知らん知らん。あ、もしかして今の感じで来たのかな、さっきのとこ。雷神の腕は、これは多分雷属性無効かな、ということはいらないかな。あー、でもアダバンバングルとどっちがいいのかな、これ。防御減っちゃうけど、魔法防御上がるのはでかいし、吸収だから、つけといて、まあ、損もあるけど、得もあるって感じだから、まあ、つけておくか、一応。うん。で、一応マテリアも増やせるんで、まあ、これでつけていこうかな。さあ、行こうか。そしてまた宝箱。これ、あ、いけんじゃね、これ。これで下に行けるんじゃなかろうかということで、さあ、これで行けるか？お、行けます。オッケー、ありがとう。そして、ピップのクラウン、何それ？何それ？ピップのクラウン、初めて聞いた言葉だけど、ピップのクラウン、操りの確率、あー、これは操り持ってる人専用かな？うん。まあ、一応持っておいて、そうだね、一応持っておかないと、後々操りたい時に操れないってなるとめんどくさいんで、まあ、これは持っておいた方がいいかな。さあ、そして、これはまあ、左。で、上行って、で、これで多分宝箱が取れるんじゃないかな。オッケー、そして右、オッケー、いいよ。サクサクプレイング、さあ、ラストエリクサー、起きました。誰も使わないでおなじみ、ラストエリクサー、そして左、オッケー、そして、いいよ、順調すぎる、さあ、上に登っていきます。いいね、いい感じなひび割れ。そんなうまいこと、お、下行くか、一応、戻れる可能性あるのは下だから、行くか、一応、下。さあ、これで下行きます。なんかあるのか？これでもし、ね、地面に戻るとかだけだったら最悪だけど。あれ？いや、え？これは、あ、マジカル。何そのファンシーな名前のマテリアは。マテリア、マジカル。マジカル、マジカル。これ。魔力プラス 10%。ああ、ああ、いいんじゃない？まあ、一応、そうだな。魔法系のキャラに使いたいんで、まあ、まだいないかな。いや、何これ、何これ、え、盾持ってんだけど、盾持ったなんかよくわからんやつ。さあ、物理攻撃普通、
え、なにこれ、わからん。謎の生き物、人間っぽさを残したなんかね、よくわからん小人みたいなやついるけど。ナナ、なにお前だけ、なに一人だけなんか希少種いいんだけど。あ、普通に勝った。あるね、穴まだ続くか。どんくらいひどいんだろう、ここ。お、ここに宝箱、パワーアップ、これは力か。そしてこの先には光が見えている。ここ多分出口かな。てかもうどこに今、あ、まあ、確かに雪原って言ってたけど、いや、こんな急にこんな急に雪原来る。あー、なるほど。なんかあっちからさ、海の方からこっち見えてた気がするから、まあ、そんな遠くではないと思うんだけど、多分この先村とかあって、うんぬんかんぬんみたいな感じかな。うん、雪原の敵どんな感じか。おー、雪原っぽい雪原っぽい、なんか雪原とかにね、ザいそうな感じ。レッド13の仲間かこいつ。完全に形一緒なんだけど完全、ほら、完全に同じ向き向いてんだけど。うん、まあ普通に弱いな。村は、あ、この近くにありそう。この先あるね。うん、なので、まあそんな広くないかな。うん、ここ以外に他になさそうな気もするけど、あるかな他に、なんか場所。さあ、この先あったね、来ました。なんかちゃんと雪っぽいね、この木造建築みたいな感じ。いいじゃん、それっぽいわ、完全にそれっぽい。お、何この BGM、 あんま好きじゃないあんま好きじゃない。まあでもなんかいいね、雪っぽさはないけど、まあまあまあ悪くはない。じいちゃん起きて、お客さんだよ。はは、おい、起きなさった。ここは、おー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 おお、強っ。オーガニクス。ドラゴンクロー。めちゃめちゃ強い、おお、まあでも、ただそんなみんな強いってわけでもないのか。あ、でも、全然普通に買おうかな。これ、まあ確かに釘バットがさ、うん、これよりまあ蜂強いのはわかるんだけど、これ、ロケットパンチ同じ強さどうこうか、それより下って、これ、クソ雑魚やん。ロケットパンチ、マテリアつけることもできなければさ、攻撃も1下がって、命中率しか高くないで、なんだこれ。クソ雑魚武器だったわ。危なつけなくてよかった。ってことで、マテリアの枠増えたんでありがたいね。もうすぐ完成なのよ。ほう、雪だるまか。まあ、雪っぽくていいじゃん。雪だるまね、僕も昔作ってましたよ。でも最近はね、もう雪、冷たいから嫌です。雪、冷たいから、お、ついついいい気持ちになってね。なるほど、暖度とかって全然浴びたことないんだけど。この家のおじいさんは登山家だそうなの。なんでもあの広い代表画を全て見て回ったそうなのよ。代表画を知らん、うん、知らんから何とも言えんのだけど、この人、北の果てに無事たどり着くためには地図がなければ不可能に近いんだ。北の果てに行くつもりなら壁に貼ってある地図を持っていきな。おー、いいんだ。勝手にもらっちゃっていいの、なんて親切な人たち。ということで、これかな多分。これかこれか、お、地図見るか。わからん。見てもわからん。なんだこれ、チェックマークが今いるとこだよ、みたいな感じかな。だとすれば、まあ、わからんくもないけど、まあ、わからん。まあ、とりあえずもらっとくか。うん。キーアイテム、代表画の地図を手に入れたと。そして、ここにアイテムがありけり。英雄の薬、なんか強そう。そして、ワクチン。うん、さあ、英雄の薬って何ぞや。ワクチンがステータス変化をさせなくするということで、まあ、これは、あれかな、あらかじめ打っとけば、まあ、ステータス変化しなくないよっていう感じのやつだと思うんだけど、英雄の薬は戦闘中、一時的に能力アップ。おお、これなんか重宝しそうじゃない？うん、なんかピンチになったら使って、多分ステータス全部上がるみたいな感じだと思うんで、これ結構強そうだね。あの子ったら引っ越してすぐに怪我しちゃうんだから、スノーボードなんか買ってあげるんじゃなかったわ。いいね、スノーボー。一回もやったことないけど。一回もやったことないけど、なんか良さそう。コナンくんでしか見たことない。くそ。さあ、多分セフィロスってここのさ、奥の方、あの先の方にいると思うんだけど、あの奥って別になんかないのかな。ここでやることとかってないのかな。この村の先に超デンジャラスな坂があるらしいんだけどさ、滑らせてくれないんだ。おう、こんな遠くまで来たのについてないで、まったく。なんかこの人たち見たことない。なんかこの水泳の姿、なんか見たことある気がするんだけど、気のせいかな。
私たち、あ、そうそう、コスタ・デル・ソルになんかさ、いたよね、なんか、海パンの人たち。コスタ・デル・ソルからスノボしに来たんだけど、もう帰っちゃうのよ。ふん、なんだい、やけどするから近寄るんじゃねえぞ。これなんだろう、これ温める系のやつかな。全然僕冬っていうか何、雪国知らないんでわかんないんですけど、そういう感じのあるのかな。セトラって知ってるか。セトラってのは何だったっけ。あー、そうそう、古代史のことだよな。そう、昔この村にはセトラの生き残りが住んでいたんだ。イファルナっていう女の人でいろんなことを知ってたんだけどな。けどなって一体どうしたんだよ。彼女はな、シンダに連れ去られてどこかに行っちゃったらしいんだ。それってあれかな、エアリスのお母さんかな。シンダとコライシュ、いやーなんか怪しい匂いするよな。なるほど、この村の北の大氷河に向かったやつがいるらしいぜ。バカだよな、あの温泉でも浸かりに行くつもりなのかな。温泉、北へ行くつもりなのか。そのつもりだ。あー、そっか。いや、この村より先に行くには地図でもなければ無理だぜ。もらってきましたと。ホルゾフさんの家なら地図が残ってるかもな。あの人登山家だったんだってよ。あー、もうそれもらっちゃいましたと。ありがとうございますということで、どうせ大氷河に迷い込んでのたれ死ぬに決まってる。どんな重装備でも大氷河の寒さじゃ2日と持たないぜ。なるほど、そんなに危ないとこなの。ずーっと北に行くとでっかいクレーターがらしいんだ。大昔に空から何かが降ってきたに違いないよ。ほう、なるほど。へえ、そうなの。なんでもこの村の北の大氷河には温泉嫌いの雪女がいるらしいとか。いやー、これは旅人を驚かせるための単なる迷信だと思うんですがね。ほう、でもこの雪女が襲いかかってくるとかありそうじゃない。うん。お、なんだ、なんもないけど、なんか重要そうなとこだけど別に重要じゃないのかなみたいなとこ来たけど、エーテルターボ、はいはいはい。そして本当になんもない、本当になんもないな。え、なんかあるんじゃないのかな。絶対重要そうじゃない、わかんないけど。こんなね、研究所、あ、でもなんかさ、あったよね、なんかなんだっけ、どこか忘れちゃったけど、なんかよくわかんないとこからなんかよくわかんないやつがあったみたいな。お、ビデオを再生しますか。します。ほう、昔の星の危機について、ウェポンとはプライベートを見ない。じゃあ昔の、星の危機について見ます。星の危機ってなんだろう。カメラはこれでよし。ではイファルナさん、セトラの話をお願いします。およそ2000年前、私たちセトラの祖先はこの星の悲鳴を聞いたそうです。最初に星の大きな傷口を見つけたのはノルズポールにいたセトラたちでした。イファルナさん、ノルズポールという土地はどこにあるのです。ノルズポールとはこの辺りのことです。そしてセトラたちは星読みを始めました。イファルナさん、星読みとはどういうことなのですか。うまく表現できませんけど、星と対話することなのです。星は空から降ってきた何かと衝突して傷ついたと語ったそうです。何千人ものセトラが力を合わせました。星の傷を癒そうとしたのです。でもその傷はあまりにも深く、星自身が長い年月をかけて治すほかはなかったのです。古代種やセトラは星を治す特別な力を持っているのですか。いいえ、そういう力ではありません。星の上にあるものすべての生命力がエネルギーとなるのです。セトラたちは必要とされるエネルギーを絶やさぬために必死で土地を育てようとしたのですが。うむ、北の大空洞に近いこの地に雪解けの時期が来ないのは星の傷にエネルギーが集中しているからなのか。ええ、傷の回復に費やすエネルギーは急速に土地を枯れさせ、そして星はセトラにノルズポルから離れるように進めたそうです。でも、イファルナさん、少し休みましょう。大丈夫です。セトラたちが長年親しんだ土地から旅立ちの準備をしていたとき、その時、そのものは現れたのです。その姿は、亡き母の、亡き兄のものでした。それぞれに過去の幻影を見せるのです。北の大空洞に現れたそのものとは一体何者なのですか。まるで見当がつかないのですが。
それが星を傷つけたものです。空から来た厄災、私たちはそう呼んでいます。そのものは親しげな顔でセトラたちに近づき、欺き、そしてウイルスを与えたのです。ウイルスに侵されたセトラたちは心を失い、そしてモンスターと化しました。そのものはノルズポルと同じように別のセトラの部族に近づき、そしてまたウイルスを。それがモンスターの生まれた原因ってことなのかな。顔色があまり良くない。今日はこれで終わりにしましょう。なるほどね。まあ、確かにモンスターがなぜいるのかみたいなところは気になってたけど、まああれだよね、確か北条がさ、モンスター作ってたけど、絶対その前にもいたはずだから、まあ、それがセトラがウイルスにかかったやつらが魔物ってことなのかな。さあ、ということで続いてビデオ再生ということで、ウェポンもう知らん。ウェポンがまず知らんし、ウェポンとはもう何かも知らん。では、ヒファルノさん、ウェポンという名のものの存在について語っていただけますか？はい、博士。博士なんだ。博士がセトラだと誤解していたもの、ジェノバと名付けられたものこそが空から来た厄災なのです。その空から来た厄災を滅ぼすことを星が意識し始めました。ジェノバが存在する限り、星が自身の力で傷を完全に治すことができないからなのです。では、ウェポンとは星の意志が生み出した兵器ということですかな？ええ、でも実際にウェポンが使われた歴史はないのです。少数の生き残ったセトラたちがジェノバに打ち勝し、そして封印したのです。星はウェポンを生み出しました。しかし、使う必要がなくなったのです。なるほど、それが今残っていると。もうこの星にウェポンは存在していないのですかな？ウェポンが消えることはありません。この星のどこかで眠っているのです。ジェノバを封印したといっても、いつ蘇らないとも限りません。星の傷は完全に治ってはいないのです。星はまだジェノバを警戒しています。ウェポンが眠っている場所はどこなのですかな？私にはわかりません。星の声はもうあまり聞こえないのです。時代は変わりました。星はきっと様子を見ているのだと思います。ありがとう、イファルナさん。今日はこのくらいで。なるほど。まあ、ウェポンに関して、まあ、わからんくはないけど、結局それなんなんていう。それを知ったところで、まあ、今後出てくんのかな、ウェポンが。まあ、セフィロスがなんかして、ウェポンが復活しちゃいましたみたいなことありそうだね。さあ、プライベート。おー、二つもあった。娘の記録、生後10日目。20日目。これ、娘がエアリスってことでいいのかな？いきます。博士、いえ、あなた、何をしているの？ああ、ビデオを撮ろうと思っているんですよ。でも、なんだかビデオの調子が悪くて。何を撮るの？まだ話していないことがあったかしら？いえ、そんなことではないのです。可愛い我が子を撮るんですよ。この眠っている顔が、またとっても可愛いんです。もう、それなら、ビデオより先に、この子の名前を決めなくっちゃ。私はもう決めていますよ。女の子だから、エアリス、これしかありません。もう、勝手な人ね。でも、エアリスって、いい名前ね。ふふ、あなたの硬い頭で考えたにしては、上出来じゃないかしら。でしょ！ああ、ビデオのテープが。なるほど。この二人が親だったのか、そして、あそこに繋がるんでしょ？あの電車のところでお母さん、義理のお母さんに見つけてもらうとこまで。ってことはまあなんかあったんでしょう。20日目でなんか起こるのか、それともそれは記されてないのか。あなた、またビデオ？この前撮ったばかりじゃないの？そう言わないでくださいよ。ああ、でもそうか。今思い出したけど、イファルナって、シンダに連れて帰ったって言ってたよね。だから、そこで、連れてかれて脱走して、それでイファルナ死んじゃって、エアリスだけ残ったって長いか。私と、あなたの、とっても可愛い娘なんですよ。彼女の、すくすくと育っていく姿を、残しておきたいとは思いませんか？そんなに可愛がってばかりじゃ、強い子に育たないかもしれない。
エアリスは普通の子と違うんだから、これからどんな人生が待っているか。そんなこと言っちゃダメです。私があなたとエアリスをどんなことをしても守ります。あなたとエアリスは私の宝なんです。何があっても話しません。あなた、私今とっても幸せよ。あなたに会わなければ私。おい、いいところで。もう一体誰なんですか、いいところで。あわわ、我が家のくつろぎの時間に全く。クスクス、そうね。はーい、今すぐ。誰かしらね、嫌な予感するよ。大丈夫か？記されていないことを祈る。あなたたちは。記されてたー、完全に、探しましたよ、イファルナ。いや、セトラ。王子を博士じゃない、これ。それから久しぶりですね、ガスト博士。北条くん、どうしてここが？いや、骨を折りました。あなたたちがここにいることくらいとうに分かっていたんですよ。でもね、2年間待ちました。私は新しいサンプルが欲しかったんですよ。新しいサンプル、まさかエアリスを。ほう、エアリスちゃんですか。いい名前だ。私は死んだとは、手を切ったのだ。北条くん、帰ってくれたまえ。お願い、エアリスは関係ないわ。私さえいればいいんでしょ。イファルナ、私の実験にはあなたたちみんなが必要なんですよ。ガスト博士、分かってくれますよね。この星の運命を変えることができるんですよ。大丈夫だ、イファルナ。私はこんな奴らには負けない。無駄な抵抗はしないでくださいよ。大事なサンプルに傷をつけたくはないですからね。おかしなカメラがあるな。おい、壊してしまえ。あ、丁寧に運ぶんだぞ。何をするんだ、博士。イファウダー、エアリスを連れて逃げるんだ。あ、キャー、あなた。まあいい、子供を忘れるんじゃないぞ。ほう、ビデオか。古代種ウェポン。宝の山だな。ありがとう、博士。おいおい、北条の好感度だだ下がりだぞ。前から下がってたけど。マジか。なるほど。それで、まあね。まあ、こうなること分かってたけど、ちょっと、来るもんあるね。まあ、ただ、やっぱり、エアリスがああいう状況になってるから、まだちょっとね、傷的に浅いもんがあったけど。ダメダメ。この先はすごい下り坂なんだ。え？危険だから入らないでくれ。それでも行くよ。でも親切にありがとう。いやいや、当然のことを下までさ。終わり？あ、よし、今だからスノーボードの乗り方を教えてやろうかな。おー、じゃあやろうか。はあ、何？上、止まった時に地面を蹴る。左移動、右移動、ブレーキが下。ジャンプ、H を効かせる。H 効かせちゃってる？ほう、M キー、なるほど、わかった。うん。で？え？え？行く！なんだよ、人が親切に。なんだ、向こうの奴らは、やばそうだぜ。何、どうした？あ？あれは、イリーナ。いたわ、急いで。はい、ひょっこりはん。はい。なんかこのずっこけ三人組みたいな。弱そうだな。クラド。ここから先へは。進ませないわよ。この先に何があるんだ？秘密。そんなことはどうでもいいの。よくも私のボスをやってくれたわね。ボス？ああ、ゾンのことか。あれは俺たちじゃない。セフィロスがやったんだ。いいえ、騙されるもんですか。本当なんだって、それに関しては。嘘なんてついてない。セフィロスなんだ。
いくらしらを切ったって無駄よ。絶対許さない。参ったな参ったなで済む問題か。今めちゃめちゃ勘違いされてるけど、口で言っても無駄なんだったら体に聞いてもらおうじゃないの。え、何そのエッチな。私がこいつを。いえ、私一人で十分よ。私のパンチを避けられるはずがないわ。え左で行きます。イリーナさん、あバイバイ。死んだな。あと追ってたな。なんだあいつら、死んだなのに弱かったな。弱いって言われてるぞ弱いって言われてるぞ。しかもタークスなのに。さっきは逃げ出してしまってなんかヤバそうな感じだったんでな。それで向こうに、ああなるほど、スローボードね。ああ、じゃあまあ興味ないね。わかんねえやつだな。怪我しても知らないぜ。まあさっき聞いたからな。オッケー、行きますか。じゃあなになに、ダメって言ったって。もうねえねえやめて。どっち。ああスノーボードがないから行けないよってこと。はいはいはい、スノーボードか。なんかさっきあった気がするよね。なんかスノーボードが買ってあげたらうんぬんかんぬんみたいな話。ここだっけ確か、この犬がいるとこ。ここに、あーこれ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 だよ。これこれもらっていいか。スノーボードで遊んでたら怪我をしちゃってしばらく外へ出れないんだお兄ちゃんにスノーボードあげるよ。いいのそんな。え、あとそんな普通にもらっちゃっていいの。うまくなったら教えてね。あーまあいいんだ。ありがたいけど、ありがたいけど、そんな見ず知らずの少年っていうかもう大人にさ、あっちかしたらもうおじさんにさ、こうスノーボード欲しいなって言ったら、もう怪我しちゃったからあげるよって。そんなことある。しかも買ってあげたんでしょ。私にも教えてね、お願いよ。あ、そんなノリノリそんな不法侵入者に対してそんなノリノリで行きますか。そしてなんか、おお、なんか人変わってない。この村に引っ越してきて、いきなり黒マントの男が北に向かうのを見たんだ。セーフィーロスですね。なんだか白い雪の中で黒いマントが動くのが不気味だったな。でなんか人の配置変わってるよね。なんかおお、死んだいる。そして少女がスノーボード。この村はしばらく閉鎖だ。こいつをぶっ飛ばす。やめるんだ、子供たちがいるだろう。そういうとこは常識なんだそういうとこは。お前には関係ないが、ここよりさらに北で何かが始まっているらしいんだ。本社から社長もいらっしゃる。混乱を避けるためだ。我慢してくれんか。あー、なんか普通にいいやつじゃん普通にいいやつじゃん。悪く思うな、これも仕事なんだ。いいやつすぎてあのおじさんたち誰。なんか普通に死んだいいやつ説出てきたけどな最近。なんか最初死んださ、もう死んだを倒すためにいろいろやってきたけど、なんか最近死んだいいやつなんじゃないか説がなんか出てきてさ、もうわけわかんないことなんだけど。お、気をつけろよ兄さん。ありがとう。え、何？え？急にミニゲーム始まった。くそくね？